はい、速稼塾の久保でございます。今日はね、ちょっとアビガンのことについて、厚生労働省のホームページを見てみましたので、画面を切り替えてね、そちらの方からアビガンについてちょっと皆さんと一緒に考えてみようかと思います。それではどうぞ。はい、でアビガンのことなんですけども、購入方法が厚生労働省のホームページに書いてあるそうなんですよ。で、最初にちょっと申し上げておきたいんですけども、このアビガンの購入方法って見てください、結構複雑なんですよね。まあ、ですんで、アビガンが簡単に通販できるとかどっかで買えるよっていうのは、これはね、全部詐欺だということでご確認ください。アビガンの入手方法はここに書いてあるようにね、7つのプロセスを通るんですね。ここちょっとクリックできないですけども、感染症指定医療機関と製造販売業者、これ富山化学ですけども、こちらが使用成績調査の契約をするということですよね。要するに使った後どうなるのかっていうふうな追跡をさせてくださいということですね。で、2番目、感染症指定医療機関から厚生労働省へ、供給依頼を出します。1番ができたら今度はね、厚生労働省の許可がいります。で、厚生労働省が保管場所へ、出庫指示をします。厚生労働省が OK 出したら、保管してあるところへ、よし、出庫していいぞっていうふうに指示を出すわけですよね。で、それが行きましたら、都道府県、幹事卸を通じて医療機関へ雇納品されるということになります。まあ、ここまででもね、何日かかかりそうですね。で、5番目、感染症指定医療機関から製造販売業者へ使用成績調査報告を提出するということなんで、このアビガンを使った後どういうふうになったかってことを、まあ、書類で提出することになりますね。で、製造販売業者が厚生労働省へ使用報告書を提出、はい、使った結果こういうふうになりましたっていうふうなことを厚生労働省に、まあ、追跡をするわけですよね。追跡報告をします。で、7番目、製造販売業者が PMDA へ使用成績、調査報告を提出ということで、このアビガンっていう薬は、まあ、使えたにしてもですね、いろんなところにサンプル提供しなければならないってことなんですよね。まだ新薬なんで、それは当然かなと思います。私たちはね、今ね、トローチとか、まあ、なんか、他にも風邪薬って適当にあるものがありますけども、あれは使った後にどんな症状がこういうふうになりましたっていうふうに、まあ、報告する義務はないですよね。風邪薬飲んでそのまま放置ですよね。でも新薬ってのはまだ副作用があるのかとか、どういうふうに効くのかとか、どういう人にどういう効果があったのかってことをやっぱり積み重ねてはいかないといけないんで、まあ、当然、アビガンといえどもね、治験を通った後やってるでしょうけども、その後もまだまだね、実証実験というかデータが必要だと思いますんで、提供する義務が発生するということでございます。で、ここに書いてますけども、アビガン錠はそういうことでですね、個人では買えません。個人で買っちゃうと厚生労働省とかに届けないようになっちゃうでしょ。だから必ず誰が買ったのかとかね、どういうふうにその後なったのかってことを一体化させる必要がありますね。そう言ってたことなんで、ここに書いてますけども、アビガンが通販で買えるって言ったら嘘ですからね。そんなん買っても効きませんので、絶対買わないでください。で、アビガンどこで買えるのか探す人が多いんですけども、一般販売はありません。これね、繰り返し言われてますね。で、テレビで白木先生って方がアビガンが効くみたいなことを言ってたんですかね。でも必ず処方箋が必要になりますんで、絶対にね、この先ほどのこの7つの段階を通ってください。要するに病院に行かないとダメですよってことですよね。で、病院に行って自分が武漢熱かかっているっていう診断が出て、その後でアビガンを希望すると、まあ、厚生労働省の許可のもとやっていけるってことになりますよね。いろいろとあるもんですね。他にもなんかいい記事ないですかね。アビガンね、副作用があるっていうふうに言われてる方いるんですけど、副作用はどんな薬にもありますんで、それはそうでしょうということなんですよ。チョルブログ、なんでしょうね、コロナウイルスが大流行、アビガンはコロナウイルスの増殖を防げることができるという効果が期待できると。なんか韓国の方ではね、なんかかなり希望されてるみたいですね。アビガンの価格はまだ未定で決まっていません。これいつ頃販売されるんでしょうか。一応ね、安倍総理が、1月の25日だったかな、民間の医療機関と組んで出せるようにしなさいって指示を出したのかなと思いますけどもね。まあ、ということなんで、今ね、武漢熱かかってる方は、アビガンの手続きをして、一刻も早くね、投与していただくか、もしくは別の方法ですよね。アビガンがちょっと怖いよってことでしたら、他の方法を探すようになります。で、ちなみにこのアビガンっていうのは富士フイルムの、その子会社が作ったんですよね。
で、この発表があった後株価が急上昇したということですね。やっぱ日本の技術ってやっぱすごいんですよね。アビガン、アビガンしばらく話題になりそうですね。では今回は以上ですかね。アビガンで覚えておいてください。厚生労働省の許可が入ります。お、ここにいいのが書いてある。アビガンは新薬なんで今まであまり使われておらず191万人分はストックがあるということですね。よかったですね。また増産もしてくれると思いますので、だからかかっていいよってわけじゃないですけども、万が一ね、これは武漢熱かかっちゃったかなと思ったら、早めにこの手続きをして、投与していただいてください。やっぱりね、自分が、回復するっていうのも一つの大きな目的ですけど、人にうつさないっていうのもね、大事なことですからね。そちらの方がやっぱ大きいですよね。それでは、本日は以上です。